さい、ちゃんまりです。今ねベースメイク全然してない状態です。なんでこんな風に撮影しているかというと、こちらの前回の動画をご覧ください。はい、今日のテーマなんですけれども、私100均メイクちゃんまりってつけているぐらいに、100均のコスメ縛りでいろんなメイクを紹介するっていう風にさせていただいてるんですけれども、結構ねYouTube のコメント欄とか、Twitter やらなんやらで多い質問が、100均以外のおすすめコスメを教えてくださいっていうやつなんですね。なんで私が100均コスメを選んだかっていうと、誰でも簡単に手に入るからっていうのがあったので、できればね紹介するものはどこにいる誰でも手に入るもの、またお気軽なお値段で買えるものでありたいということで、今回はですね、ちゃんまりがドン・キホーテで買ったおすすめプチプラコスメを4点ご紹介したいと思います。ちなみに一番高いものが780円でした。それではレッツゴー。ドン・キホーテで買えるおすすめコスメ、一つ目はこちら、ベノア 3BB クリームです。実はこれ元値は2400円なんです。ただまあどういう事情があってかなんだかかんだかで、ドン・キホーテで500円で大量に売られてました。まあなんかあったんでしょうね。最初に言ってることと急に変わっちゃうんですけど、もしかしたらこれ全国の店舗で売ってるっていうわけではないかもしれないんですけれども、少なくともですね、私愛知県にいて沖縄に来てってやってる間にどっちのドン・キホーテでも売ってたので、まあ、結構全国のドン・キホーテに流通してるのかなっていう感じに思います。でこちらのベノアさん BB クリームですね、 SPF35PA++ 結構 UV 効果もしっかりありますね。これの何がいいってカバー力がすごいんですよ。こんな感じのお色味で、これ動画で伝わるかわかんないんですけど、しっかりねカバーしてくれるんですね。これだけカバー力があるので、どちらかというとテクスチャーは重め、軽いつけ心地が欲しいっていう方にはちょっと向いてないかもしれないんですけど、この BB クリーム1本で結構お肌のアラがカバーできてしまうので、この上からしっかりファンデーションを塗らなきゃいけないっていうこともないので、まあ、結果的にはね薄塗りで済むのかなという感じですね。あとですね、これがね保湿力が結構あるんですね。私結構乾燥肌なんですけど、これ使ってる時はあんまり乾燥を感じなかったです。もともとそれなりのお値段で売っているものなので、質はすごくいいのかなと思います。で化粧崩れもそんなに感じなかったです。こちらを塗ってお粉はたいてもらったら、結構ね1日しっかり直さなくても、まあ、軽くペカってきたら抑える程度でねいいぐらいでした。どちらかというと脂性肌の方には向かないのかなという使い心地ではありますね。まあ、でもカバー力の点と保湿力の点でとてもおすすめです。なんでもしドン・キホーテ行ってこれが500円で売ってたら、ぜひ買ってもらった方がいいと思います。色味自体は標準色なので、色白の方にはもしかしたらちょっと合わないかもしれないですね。ということで1点目はこちらのベノアの 3BB クリームでした。はい、では2点目はこちら、 PRM3D フェイスパレットです。こちらがですね5色入りのフェイスカラーパレットですね。シェーディング、スキンカバー、ハイライト、チークです。色味は何種類かあるみたいなんですけど、私が使っているのはセクシーブラウンという色味です。ね、これね実はね仕事でも結構使ってるんですよ。このパレットの何が一番気に入ってるかっていうと、真ん中のハイライトですね。塗った感じ結構控えめに見えるかと思います。私が基本的にメイクをするのは写真撮影の現場です。こう強いストロボをバシャッと当てるような時がね結構多いんですよ。その時にハイライトがラメ感が強すぎたり、もうパール感が強すぎたりで、パッと見てここ光ってますよっていう感じになると、その光を当てた時に全部飛んで真っ白になっちゃうんですね。なのであんまりね、その肉眼で見てはツヤっとしてるなっていうぐらいにハイライトを入れてしまうと、ちょっとそういう光を強く当てるような撮影の時にはあまり向かないんですね。その点ですね、こちらのハイライトなんですけど、もちろんラメとパール入ってるんですけど、かなり控えめです。普通にサッと塗ってもらってもパッと見はそんなにわかんないです。ただその光が当たった時に程よくツヤっとしてくれるんですね。この程よいツヤっとする光り方っていうのがとても重要で、すごく重宝してます。あとですね、こちらのチークカラーが
まあ、ベージュ系とブラウンがあります。こういう色味ってあんまり日本人使わないと思うんですけど、こちらもですね、このパレットに光当ててもわかるようにかなり細かいラメとパールが入っています。なのでチークを塗った上からさっと重ねてあげるだけで、そのチーク自体もツヤっとした質感になってくれます。この5色どれもね重宝しますので、かなりおすすめです。ハイライト自体をもっとパール感キラキラのツヤツヤにしたいっていう場合はね、あんまり向かないんですけど、こうシェーディングもハイライトも自然な感じにやりたいなっていう方にはすっごくおすすめなパレットです。ドン・キホーテで780円で買いました。気になったら探してみてください。続きましてこちら、マリブの単色アイシャドウです。このアイシャドウはですね、いろんな色があるんですけど、どれも発色が素晴らしいです。こんな感じのラメ感が強いようなものと、あとマットなカラーのものですね、2種類あります。ラメっぽい方のアイシャドウのツヤ感もいい感じですし、マットな方は黄色がこれだけ発色するってすごくないですか。こんだけね綺麗に出るんですよ、色が。アイシャドウベースとか塗ってない状態でこれだけ発色するので、ちゃんとね下地整えたらかなり綺麗に黄色が出てくれます。で、ね、特におすすめしたいのがこのオレンジ。もうねほとんどないんですけど、結構ね赤みが強いオレンジなんですけど、この絶妙なツヤ感とこの色味がねすごく日本人に合う色味をしてるんですね。なのでこれをアイシャドウのベースカラーにしてもらうと、すごく色素が薄い感じのメイクができます。マリブの単色アイシャドウ1つ300円だったと思います。色がねたくさんあるんでね、ついつい買っちゃうんですよね。でも衝動買いを後悔しないぐらいにはとても優秀な商品です。マリブの単色アイシャドウ見つけたらぜひチェックしてください。はい、最後になります。4点目、こちらドーリーエンジェル30色のアイシャドウパレットです。これはですね、発売元ドン・キホーテとなっているので、まあドン・キホーテでしか買えないものみたいですね。お値段なんと500円。30色入って500円ってやばい、いいよね。こんな感じでちゃんとチップもついてます。で、色味がですね、オレンジ系のブラウン、ボルドー系のブラウンで、パープル系、グレー系、グリーン系とブルー系、6種類の5色ずつで全部で30色です。でですね、これのすごいところは500円で30色入ってるにもかかわらず発色がすごいんですよ。正直なところこの辺の明るい色、ハイライトカラーはそんなに差は感じられなかったんで、まあ、どの色でもいい感じのハイライトになります。ただ私が一番感動したのがこのブルー。結構ねこういうプチプラの色物のアイシャドウとかってそんなに色の差がね塗るとなかったりとかするじゃないですか。これねちゃんと5色違うブルーが出るんですよ。はい、これ画面越しで伝わりますかね。5色ねきちんと違うブルーが発色してくれるんですね。でこれグリーン系もそうですし、パープル系もちゃんと綺麗に出てくれます。本当に見たままの色を発色してくれます。アイシャドウ自体は全体的に細かいラメが入った感じでツヤっとした仕上がりになりますね。この質もかなり細かくて綺麗にまぶたに乗ってくれます。ブラウン系は普段から使える色味ですし、ちょっと特別な日とかイベントなんか用にこのブルーやグリーン目当てで買ってもらってもいいと思います。500円っていう値段でこれだけクオリティの高いアイシャドウパレットっていうのはねなかなかないと思いますので、ドン・キホーテで一番おすすめしたい商品です。ちなみにこの付属のチップもめちゃくちゃ使いやすくて、これもポイント高いです。はい、ということで今回はちゃんまりおすすめドン・キホーテで買えるプチプラコスメ4種類ご紹介しました。ドン・キホーテねコスメコーナー広いですし、結構海外ものなんかも置いてたりとか、あんまり聞いたことないようなやつもねこそっと置いてあったりするので、ぜひぜひ奥まで探索してみてください。今回の動画参考になったよという方は評価とチャンネル登録お願いします。それでは次回もお楽しみに。 See you!